今が4時半。もうちょいですよ、もうちょいで終わりですよ。5時です、5時。あ、バイブレーションかな。やっぱ最後はバイブレーションでやっといた方が拾えそう、ちゃんと。暗くなってきてから。ダウンショットちょっと10分ぐらいあって、ダメやったら、あの、レイドのお母さんやったかな。ナンバー2的な。お母さんの P スピニングの情報はいろいろ見させてもらってますね。で、P スピニング検索したらお母さんの情報しか出ないんですよね。他の人があんま、がっつりやってない気がする。50チャレンジは、来週の大潮でもう一回やろうかなってしてます。この3日間やった、あれは、場所探しも含めてやってたんで、まあ、魚どうにか釣れてたんですけど、ガチ50狙いすれば、ほぼ坊主なんで、動画できる尺ないと思うんですよね。3日フルにやって、動画なしっていうのもあり得るはずです。そこが、難しいところですよね。ちょっと雰囲気変えて。あ、ちょっとネット。釣れるかわからんけど。坊主動画も正直に上げて、琵琶湖の日々の、伝えるのは、ありがとう。この3日間の動画見られました。あの程度の編集やったら30分もかからずいけるんですよね。いつもあの編集でいいんやったら OK です。出すことはできます。でも狙ってない時そんな喋ってないですよ。あんなこまめに切り取ってないです。でも1000人ぐらいの方は見られてるんで、まあ、あのサイズでも見たいって思ってくださってるんかなって思いましたけど。アルデバランが一番シマノのいいベイトフィネスですね。スティーズエアー使ってみた。ああ、そうなんですか。全然違ったってことですか。投げやすかったっていう。へえ、なるほど。やっぱ、ダイワは、そっちの方が得意なんですかね。軽いルアー系っていうか。マグネットが得意って感じかな。じゃあ、マグネットと遠心両方使ったアブは最強なんじゃないかっていう。軽いもの対応の幅が、あ、そんな広いんですか。へえ、そういうレビューしたいですね。エントはリールというより、人間の、あー、ははは。は。リールの、ん ?80、9、ん ?90 までは、どのリールでも、ん ?100 でしたっけ ?100 はどのリールでも出る、どのリールでもないわ。島の台話やったら、100は出る。キャロで。誰でもが、キャロやって、80は安定して出る。で、それ以降、90なるかは腕と、リール、10メートルぐらいとか。村上的よく見ますが、台湾のリールも魚釣るのに必要な給料は飛んでいる。あー、そんな言われてたんですね。そう。全然、基本的には飛距離はいらない気がしてます、僕は。飛ばしたい時に60ぐらい出たら十分じゃないかなって思ってます。それ以上飛ばしても自己満っていうか。の池の対岸狙いたいとかやったら全然いいと思うんですけど、とりあえず DCMD で。あ、そっか。動画アップしてないか。シンカーだけやったら、120ぐらい飛んでました。あれアップしてないんかな。あれしてると思ってた。ダウンショットこれがラスト。あとはザリバイブ投げよう。スティーズ ATW 使いやすいでやんす。そうでやんすか。あ、 A がついてたらエア、軽いもののリールってことですか。そっか、アンタレス出してなかったか。突然の魚は、突然の魚は、ちょっと40ぐらいかな。顔は40ぐらいじゃないですか。40ぐらいの顔してないですか、この目。老け顔。レッグワームでした。顔をね、ドアップのサムネにしようかなと思ってた。